逆転裁判2続きをやっていきます、前回のどかのサイコロックを無事に解除して、自分自身、お姉さんのミミが運転した車に乗って交通事故に一緒に遭って、でその時、のどかは助手席に乗っていて、一緒に事故に遭い、お姉さんが亡くなり、のどか自身も大怪我をして病院で入院していたことについてだね。では聞いていきましょう。そう、あの日私は乗ってました。あの車にお姉さんと一緒に、うちに帰る途中だったんです。車乗って、私助手席に乗っていました。でも眠り込んじゃって、で事故に遭ったと。これでも原因が居眠り運転だって言ってたよね。あ、これ一番最初のオープニングの時頃にあったやつだ。あとは記事の通りです。とっさにハンドバッグだけ持って助手席のドアから逃げた。お姉さんは？どうしようもなかったの。車の中は煙でいっぱいで何も見えなかった。そうだったんですか。あ、桐崎医師のこと聞こう。あの事故は桐崎先生が睡眠薬を持ったせいで起こったわけですか？もしかして疑ってるんですか、私のこと。違うよ。のどかの、あれか。だから桐崎先生を殺したのかもっていうことにはちょっとは疑ってる、正直。疑ってはいるけど、その前にいろいろ聞きたいだけ。お姉さんの仇を討つために桐崎先生をって。そりゃそうだろう。桐崎先生を殺害する動機は今のところこれしかない。うふふ、単純なんですね。どういうことですか？単純？無理だと思いますよ、私を追い詰めるのは。おっと、挑戦状を叩きつけてきたね、のどかが。なんですって？今にわかりますよ。叩きのめしてあげちゃいます。楽しみですね。なんだなんだ。やっぱりこれはあれだな、キミコも関わってのあれかな。だから犯人が特定するなんて無理ですよみたいなことか。めちゃくちゃ挑戦的だな、のどか。なんだ、じゃあ移動するか。移動。控えの間には誰もいないよね。いないな。いないから、ここで、じゃあちょっと戻って、移動して、対面の間にはいないよね、誰も。いないよね。いないな。じゃあ、どこに行く？行けばいいんだ。あ、夏見いるか。同日某時刻クラインの里。ん？あそこでなんか揉めてるぞ。あ、なんか警察を呼んだって言ってたね、そういえば。違ったっけ。お母様いじめないで。いだだだ。待つす。そんなつもりは。はるみちゃん大丈夫でございますよ。ほんの少しこの殿方とお出かけするだけでござんす。やっぱりキミコちょっと疑われてるんだ。容疑者としてってことかな。あれだよね、任意同行願いますパターンだよね、その牛乳持って。あ、わかんない、でもビシソワーズかもしんない、もしかしたら。でもわかんない、そうと見せかけてただ単純に濃いお茶を飲んでる可能性もある。お母様、バカタツクシもご一緒に。ダメです、あなたお屋敷を守りなさい。でもハミちゃんにとってはお母さんだもんね、キミコは。寂しいよな、連れてかれちゃったら。あ、そんな顔しちゃダメっす。あ、そうっす。今いいもの見せてあげるっす。本物。なんて今読んでない。怖い。白目怖い。刑事さん参りますわよ。こりゃどうもすまねっす。
参りますと言って行ってしまう。キミコさん、糸の子刑事を連れて行っちまったぞ。逆逆逆逆。お母様。ああ、ちょっとハミちゃん、話そう、お母さんのこと。お母様、今までこんなこと一度もなかったのに。はるみちゃん。なるほどくん、私とても嫌な予感がします。何かとても悪いことが起こるような、怖いです。なるほどくん、弱ったな、かける言葉も見当たらないぞ。あー、迷いのこと。なるほどくん、迷い様は大丈夫だよ、材料は揃ったと思う。きっと迷い様も心細いと思います。なるほどくん、行ってあげてください。え、でもはるみちゃんを置いてはいけないよ。私なら大丈夫です。お願いです、迷い様のそばに行ってあげてください。はるみちゃんの眼差しが突き刺さってくる。おー、なんかはみちゃんすごいな、なんか成長してるな、この短期間にすごい成長だな。わかった、じゃあ行ってくるよ。迷いちゃんのところだから留置所か。迷いちゃん会いに来たよ。はみちゃんが心配してるぞ。迷いちゃん、同日午後6時38分留置所面会室。まず材料揃ったんか、これでいけるんかな。待っていたわ、なるほどくん。あ、ちひろさんか。ちひろさん、どう、明日の準備は。多分材料は揃ったと思います。この事件は明日型がつくわ。無罪にしろそうでないにしろね。あー、僕にかかってるよね。僕は覚えている。ちひろさんの胸に秘密が。マジで？その胸に何の秘密があるんですか？ちょっと見たいです、その胸の秘密を。ちょこっとずらしてもらって、洋服を。サイコロックがかかっている。あ、そうだね、そういえばそうだ。そうだ、千尋さん確かさ、3つぐらいサイコロックかかってんだよね。なんで？なんの？千尋さん、最後の手がかりをいただきたいと思います。いいわ、奪ってみなさい、私から。え、ちょっと待って、何その展開。ちょっと待って、奪ってみなさい私から。いや、ここで何、3つぐらいあったよね。え、何、ちょっと一旦ごめんなさい、一旦ちょっとセーブさせてください。一旦ちょっとセーブします。はい、一旦ちょっとセーブしました。奪ってみなさい私から、どういうこと？何をどう奪うの？まあいっか、ちょっとやってみる。でも話すがあるよね。あ、犯人についてちょっと話そう。千尋さん。何？千尋さんには心当たりがあるんですね、この事件の真犯人に。心当たり、やっぱキミコってこと？それかマイコに関することだから、やっぱキミコってことだね、真犯人。そうなるよね。あー、ここでこれか。お、3つなんだな。どうしてそう思うの？人の秘密が見えるのも辛い時があるな。どうやらあなたの考えを聞く時が来たようね。そのようですね。千尋さんと勝負だ。わかりました。勝負しましょう。じゃあ勝負します。はい。よし。勝負の時。君は家元じゃなかった。そもそも文家の娘なんだよね。なのに家元の、まあいいか、犯人について。なるほどくん。私が誰かの情報を隠している、そう思っているんでしょう。そうです。聞かせて、私は誰のことを隠しているのかしら？誰の情報を隠しているか。京子ではない。誰の情報？舞子っていうのはないんだ。
誰の情報、まあでもキミコか。ちょっとこれで最初言ってみるか。これこいつキミコ、もちろんキミコさんですよ。千尋さんがかばおうとする人物は他にいません。おー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 、オッケーオッケーオッケー、見事ね。でもおばさまは犯行の時間あなたと一緒にいたのよ。これ以上確かなアリバイはない。そうですね。それならば見せて、おばさまが怪しいという証拠を。あー、おばさまが怪しいという証拠、ちょっと待って、よく考えろ。だから分家の人間、おばさまが怪しいという証拠。おばさまが怪しいという証拠、鍵かな。あ、間違えた、違う、またキャンセルしちゃった。ちょいちょいキャンセルしちゃうな。ごめんなさい、ごめんなさい、もう一回やります。おばさまが怪しいという証拠、やっぱあの鍵だよね。鍵が、鍵をハミちゃんが持ってたってことだよね。違うかな、多分そうだよな。っていうことは、まずここは、キミコを突きつける。もちろんキミコさんで他にはいないで崩れるでしょ。でも一緒にいた、これるアリバイはない。そうですね。それならば見せて、おばさまが怪しいという証拠。これちょっとさ、鍵を突きつけてみてもいい。これこれこれをハミちゃんが持ってたんだよ。その根拠はこの黒い鍵です。どうだ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 。この鍵は 霊媒が始まるまで迷いちゃんが持っていました。それがいつの間にか庭の焼却炉に移動していた。確かにそうね。警察を呼びに行っている間にそれができたのは一人だけ。うん、そうだね。迷いちゃんのことを解放していたキミコだけなんだよね、この鍵を奪えるのは。迷いちゃんを、そう、あ、合ってる、合ってんじゃないこれ。うん、どうですか。それだけでは弱いわね。あー、そう。え、その鍵はいつあの焼却炉に移動したのかしら。もしかしたら事件が起こったずっとあとかもしれない。ずっとあと、落ちていた鍵を誰かが拾って焼却炉に捨てたのかもしれないわ。そんな、少なくともあの検事ならそれくらいは切り返してくるはず。その鍵の他にないかしら、キミコさんを示す証拠は。この鍵以外、この鍵以外、この鍵以外、としたらやっぱりハミちゃんがこれを持っていたっていうことを言えばいいんじゃないか。これ突きつけてみるわ。なるほどくん、私たちに、あー違う、もう時間がないの、まだ何も言ってないのに。うわー、そう、一つだけの証拠品でおばさまを犯人とは決めつけられないわ。その鍵の他にないかしら、キミコさんを示す証拠は。人物じゃないか、じゃあもう。違うか。庭の消火これも残っていた布切れ、これか。これをちょっと突きつけてみていい。これだって燃やしたんだもんな。ちょっといきます。
卑弥呼さんを指し示すもう一つの証拠はこれです。どうだい？これも渡り廊下の焼却炉から見つかりました。これをさすがに燃やせたのは卑弥呼なんじゃないか。多分着替えさせてるはずではあるよね。迷いちゃんの相続と同じものです。そして少し血がついている。でも迷いのものとは限らないんじゃないかしら。迷いちゃんはこう言ってました。霊媒中、鍵は田元に入れておいた。はあはあはあ。その鍵がこの布切れと一緒に焼却炉から見つかった。うんうんうん。まあね。ということは、この布切れは迷いちゃんの相続なんです。でも、逮捕されたとき、迷いはちゃんと相続を着ていたわ。着せ替えられたんです。世界？一体なぜ？それは分かりません。でもそれができた人物はたった一人です。迷いを解放していた人物、おばさまというわけ。おーおーおお、よし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 、見事ね、なるほどくん。ありがとうございます。その二つの証拠がある限り、おばさまは疑わしくなるわ。でも。ああ、でも、もう一個あるもんね。もう一個あるもんね。最初にも言った通り、おばさまにはアリバイがあるわ。ええ、卑弥呼さん、僕たちと一緒にいましたからね。最後に聞かせて。確証はなくてもいいわ。おばさまが犯人だというのなら、その犯行の方法を教えて。犯行の方法。あなたの考えを聞きたいの。おばさまが桐崎先生を殺害するために必要だったのは？それはね、それはもうこれです。これ。いくよ。だってこれ弾痕があったんだもん。いくよ。これ。これはいくらなんでも、ダメ。あと一息なの、なるほどくん。おばさま自身には、犯行は不可能だった。そうだよね。そうなんだけど、共謀してる可能性があるんだよな、のどかと。それはちょっと思ってるんだけど、違うかな。それならどうなの？簡単なことでしょ。卑弥呼さん自身には犯行は不可能。あ、消えた。頑張って、よく考えて。おばさまが桐崎先生を殺害するのに必要だったの。わかった、わかった。のどかだ。いくよ。のどかだ。よし、音楽止まった。よしよし、花かのどか、彼女こそ最後の答えです。つまりおばさまとのどかさんは共犯だったんですね。よっしゃー、いやー、見事でしょ、これは。うわ、全回復した。いやー、よかった。セーブしなくてもよかったね。いけたね。犯人についてもう一回消えるね。ずっと気になっていたわ。この犯行は普通の人には絶対に無理。綾里屋敷のことやクラインの里のしきたりを知っていなければね。でも卑弥呼さんにはアリバイがあった。そう、だからどうやったのかわからなかったわ。のどかさんのことを知るまでは。やっぱ共犯者か。やっぱね。でも一つだけ大きな問題がありますよ。問題？何かしら？動機です。なぜ卑弥呼さんが桐崎先生を殺害しなくちゃならないんですか？違うんだよ。ここはね、ちょっと先にマサル子のさ、考えを言っていい？多分卑弥呼の目的は桐崎先生を殺すことではないんだよ。この桐崎先生を殺す目的を持っていたのはのどかなんだよ。で、それを卑弥呼の目的は迷いちゃんを陥れることなんだよ。そうすることによって、分家だった自分たちの方に、その次の家元当主というか、それが回ってくんだよ。だから、ハミちゃんが今度はその当主になることになるんだよ。それがしたかったんじゃない？
自分たちが分岐に追いやられてた恨みを晴らしたかったんだよ。まゆちゃんにそれをさすことによって、まゆちゃんを犯人ということにすることによってっていうこと。この説明やーべえ、マザルコってなんでこんなに漢字も読めないし説明も下手だしさ、もう皆さん本当にあのごめんなさい。それものどかさんと協力してまで。千尋さんも分かっていないのか。いや心当たりあるでしょ千尋さんには。一つだけあるわ可能性が。え、あなたも考えてみて。おばさまがなぜこんな事件を起こしたのか。うん、今ね見解を述べた。でもね何言ってるかよく分かんなかったと思う。聞いてくれてる方たちはには、マサルコがなんかまたわちゃわちゃ言ってっぞぐらいの感じだけど、でもね一応ねマサルコが思う限りのことは言った気がする。しかもこんな手の込んだ方法を使って。それはその鍵は母が握ってるわ。そうだね、そうだよね。本当はもともとは舞子、母である舞子が分家だったのに、力が強すぎたがゆえに、霊力がね、がゆえに長女だったキミコを差し置いてのし上がってしまったんだもんね。お母さん僕のですか。なんで急にお前のお母さんの、お前って言っちゃった。なるほどのお母さんの話すんでここで。何をバカなこと言ってるの。私の母よ、あやさとまいこ。ちひろさんとまよいちゃんのお母さん。さあついにすべての手がかりが揃ったわ。あとは勝つだけ。明日すべてが明らかになるわ。はい、よろしくお願いします。オッケー、おー、いけた。じゃあここでセーブかな。オッケーオッケー、じゃあちょっとセーブします。はい、セーブしました。よし始まるね。6月22日午前9時51分地方裁判所被告人第3控え室。あー、まよいちゃん、あのさ、なるほどくん、うん、あの子2代目カルマ検事18歳なんだって。知ってた？マジ18であの感じ。あ、そうなんだ。それがどうかした？すごいなって思って。今までアメリカでたった一人で頑張ってきたんだよ。きっとすごいプレッシャーがあっただろうね。それに引き換え私と来たら家元の娘なのになんか中途半端。おまけに何かといえば犯人扱いで逮捕されちゃうし。そうだよ、2回目だよ。まゆちゃん2回目、なかなかいないよ2回目って。犯人、殺人犯と間違えられて2回目で逮捕されるって。十分すごいと思うけどな、まよいちゃんも。うん、そ、違う意味でね。おはようございます。今日もお二人仲良しですね。私嬉しいです。あ、はみちゃん、おはよう。まよい様、もう心配、あ、じゃ、もう安心ですからね。え？今日はお母様が味方になってくれますから。いや、それはどうかな。ハミちゃん、ハミちゃん、それはどうかな、なんだよな。う、うん、そうだよね。はるみちゃん、あ、違うだ、ごめん。はるみちゃん。あ、なんですか、なるほどくん。あのさ、今日も呼んでくれないかな、ちひろさん。え、できれば私、お席の方で裁判の見学を。頼むよ、自信がないんだ、僕だけじゃ。もう、ダメですよ、なるほどくん。愛しい人の前で、その方が弱音を吐いてしまっては。あ、ハミちゃん、またそんなことを。まゆちゃん言っちゃったんでしょ、ハミちゃんに。なるほどのこと大切だって。お願いできるかな、はるみちゃん。ふふ、いいですよ。まよい様のためですから。じゃあ、私、支度してきますね。おー、心強い。これでよし。なるほどくん。どうした？これで、はるみちゃんは今日の裁判を聞くことはできない。どういうこと？
あーそうかそうかそうだよね。あーそういうことか、その方がいい。うん、確かに確かに、ハミちゃんは傷ついてしまう、お母さんが犯人だってことになってしまったとしたらね、そういうことだよね。同日午前10時、地方裁判所第2法廷。よし始まるぞ。ああ、よ裁判長よ、これより綾里迷いの法廷を開廷します。弁護側準備完了しております。そんなことはどうでもよろしい。なるほど龍一、今夜のニュースが楽しみね。全世界に流れるわ、あなたの敗北する姿が。あ、もうアミちゃん、アミちゃんすごいじゃん、もう召喚してくれたの。全世界有名になったものね、なるほどくん。バカな服を着たバカにふさわしい、バカにバカな勘違いね。有名なのはこの私、13歳から5年間無敗の天才なのよ。またムチ持ってんの、裁判長こそ回収しろ、あのムチを、危ねえから。その私がこの国で初勝利する、全世界が注目しているわ。それはそれはお気の毒にね。ふん、威勢のいいお姉さんだこと。女の戦いは怖いな。さて、昨日の法廷である可能性が示されました。被告人が対面の間から出たかもしれないという可能性。まさしくこの鍵がその証拠です。対面の間にあるはずの鍵が他の場所から見つかりました。裁判長、最初に一つ言っておくことがあるの。ほほう、何でしょうか。そうだな、カルマもカルマでこの一日でいろいろ準備はしてきただろうからね。事件発生から逮捕までの間、被告人は一度あの部屋を出た。検察側はそれを事実として認めるわ。なんだって。はあはあ、認めた上で何かんだら。でもな、多分。しかしカルマ検事、ではこの写真はどう説明するつもりですか。この人物も被告ではなかったと。私は被告が無実だとは言ってない。では一体どういう。綾里迷いは被害者を殺害後あの部屋から出たのよ。鍵はその時落としたと考えられるわ。それを立証できるのですか。でもこれはたもとに、迷いちゃんの相続のたもとに隠してあって、それを燃やしたから消火器から出てきて、それをハミちゃんが持ってたってことなんじゃないの。そのために私はここにいる。その立証はできないよ、こっちがその証拠を持ってっからね。証人として被告人の叔母、綾里貴美子を入廷させるわ。うん、まあそうでしょうね。はいはいはい。やっぱり叔母様が。千尋さんも辛そうだ。あー辛いな、そりゃそうだろう。起きたぞ、もうその湯飲みを取り上げろ、湯飲みを。証人、名前と職業を。綾里貴美子と申します。職業は霊媒を少々。失礼ですが何を少々ですって。あ、いでいでいで、キャンキャンって言った今裁判長キャンって言った。そんなことはどうでもよろしい。事件があった時、証人は被告の解放をしたわね。そうでござんすわね。迷い様に除霊の術を施したのでございます。除霊の術。体内に宿った霊を冥界に送る術でございますが、何か。何かってあなた。むう、あなたは黙ってなさいな。それで証人、除霊の術を施した時に何かあったんでしょ。はい、一体何が。
お逃げになったのです、迷い様が。え？なんですって？それはないでしょう。いや、これは口裏合わせてきたんじゃない？カルマと。その通り。あやさと迷いは霊が宿ったまま対面の間から消えた。でっけえな頭、お前。頭が塩沢時か。まあ、頭でっけえな。お前塩沢時か。2回言ってやったわ。静粛に、静粛に、静粛に。証人、その時のことを証言してください。仰せのままにいたしましょう。いきなり盛り上がってきたわね。おお。証言開始。迷いを逃がしたこと。ほんほん。銃声が聞こえ、銃声が聞こえて、お二人が扉を壊して現場に入られました。私、ナルオドさんたちに警察を呼ぶようにお願いしました。この隙にだな。この隙にお前何かやったんだよな。迷い様はピストルをぶら下げて放心しておられたのですが。いきなり私を突き飛ばして部屋を出てしまわれたのです。すごい勢いで首筋を叩かれて、少し気絶して、迷い様がどこへ行かれたかは存じません。わ、これ絶対嘘だよな。これ絶対嘘だよな。どうして今まで隠していたんですか？迷い様にご迷惑をかけたくなかったのでございます。しかし、過ちは正されなくてはなりません。その通り。正されることね、なるほど、龍一。なんで僕なんだよ。では、弁護人、尋問をお願いします。おばさまはとても頭のいい人よ。つけいる隙を作ってくれるかしらね。あ、そう。まあとりあえず揺さぶっていくしかないよね。銃声が聞こえてお二人が扉を壊して現場に入られました。揺さぶる。お二人というのは？あなたとあの外国人の女の方でございますわね。夏美さんは日本人ですけど。日本人って。そうなのでございますか？見苦しい身なりに聞き苦しい日本語でしたので、私はてっきり関西のアフロの人たちに怒られるぞ。そうだよね、怒られろ。お前はもう全員に。とにかくドアの修理代は事務所に請求いたしましたので。いや、ちゃっかりしてんなそれ。そう、それはどうも。ふむ、それから証人はどうしましたか？私、なるほどさんたちに警察を呼ぶようにお願いしました。そうだね。それは自分が何かするために、この場から去ってほしくて言ったことだろう。まあ、揺さぶります。電話をかけるだけなのになぜ二人を行かせたのですか？うん、そうだね。逃げられる可能性があったのなら、どちらかを残すべきでした。ふむ、確かにその通りですな。あの時は私も動転しておりました。それに、あの、何と言いますか、なんだ、何ですか。いえ、それだけでございます。ああ、今の間がおかしいね。うん、少しわざとらしく口ごもったみたいだけど、さらに揺さぶります。何か他にも理由があったんですね。なんで言わねえの。もう飲むのやめろ、お前は。ビシソワーズを飲むのやめなさい。その湯飲みに入ったなんかを証言してください。なぜ僕たちを追い払ったんですか？あの医者の他に犠牲者を出したくありませんでしたの。あ？あなたやあのカメラマンの命も危ないかもしれない。そう考えたのでございます。なんでそんな考えんの？だってさ、霊媒してんのはさ、あの看護師じゃん。絶対にさ、なるほどとさ、夏美をさ殺すことはありえないでしょ。だって。ふむ、さすが
お偉い心がけですな。まずいな。悪い印象を与えちまった。罠だったみたいね。さすがおばさまだわ。もう十分でしょう。商人、続きをお願いします。あ、くそ。迷い様、ピストルをぶら下げて放心しておられたのですが、はい、揺さぶる。あなたはあの時確かこう言っていました。すぐに被告人に当て身をして気絶させたと。うん、言ってたね、そういえば。あれは嘘でございました。なんで？なんでそんな嘘ついた？どうしてそんな嘘を？私の口からは申し上げにくいのでございますが。なんだよ。証人は被告人をかばうため嘘をついたのよ。迷いちゃんをかばうため？ああ、ちょっと揺さぶるよこれは。被告をかばう、それはどういう意味ですか？そうでございますがね、後で知ったのでございますが、逃げた迷い様はとんでもないことをなさって。とんでもないこと、それは一体？ふい、この証人はそれを目撃しているわけではない。とんでもないことについては後ほど説明するわ。なんで今言え？は、はい、わかりました。うう、嫌な予感がするな。うーん、すごい嫌な予感するな。確かに。じゃあ証人、何があったか証言を続けて。いきなり私を突き飛ばして部屋を出てしまわれたのです。はい、揺さぶる。あっさり逃げられてしまったんですか？ええ、面目ない話でございますわね。あなたは被告よりも体格がいい。そう簡単に逃げられるとは。ああ。お忘れみたいね、なるほど龍一。この写真をご覧なさい。その時の被告人は綾さと迷いではなかったのよ。うぐ。うむむ、年寄りにはややこしい話ですな。おそらくあの看護師は生前空手でもやっていたのでしょう。でも逃げられたのならすぐに追うべきだった。ええ、確かにその通りでございましたが。うん、すごい勢いで首筋を叩かれ少し気絶して。本当？絶対嘘だよな。気絶ですか？目の前がクラクラっとして倒れてしまいましたの。気絶されていた時間はどのぐらいでしたか？さあ、多分10分ぐらいのことでございましょう。ここら辺で、あの渡り廊下のハミちゃんがいたことがいろいろ関係してきそうな気がするね。壺を割って今こういうことがわざわざしてた時に割っちゃって直してたんだよね。ふむ、被告人はその間どこへ行ったのでしょうね。いかが証人、その点については？迷い様がどこへ行かれたかは存じません。でも相続を着替えさせたのはキミコだろ、お前だろ。もうつゆ揺さぶる。気絶していたからですか？さようでございます。どうしよう。揺さぶろうか、一応ね。気絶していたのなら被告の行動は全くわからないんですね。もちろんでございます。それなら被告が対面の間から出て行ったかどうかあなたにはわからないはずです。言われてみればその通りです。そうだね。確かにこの証人には知りようがない。この証人にはね。どういうことですか？他の証人がいる、そういうことでしょうね。どうやらあの検事さんは次の証人を用意しているみたい。はあ。次の証人いるとしたら誰だ？え、誰だ？夏美、またそこまで。どうやら証言には問題ないようです。
綾里と迷いを現場から逃がしてしまった事情は分かりました。これで良かったのかな。じゃあ次のステップに進むわ。ステップってなんだよ。現場から消えた被告がどこへ向かったか。そうですね。やはり気になるのはガハ。口を挟まない。ちょ、裁判長だぞこっちは。逃げ出した被告はある人物と会話をしていたのよ。のどかか、のどかだ。いたわ。うわー、のどかか、二刀流できたか。わ、きついな、これきつそう。か、会話だって。のどかも絶対嘘つくもんな、いいように。その人物とは一体誰ですか。事件当日、控えの間にいた花かのどかを入廷させなさい。のどかさん。どうやら話が見えてきたわ。うわ、そうか。証人、名前と職業を。お名前は花かのどかですです。あ、こいつか。これはちょっときつそう。こいつも絶対嘘つくもんな。でもまあ、なんとかやるしかないか。じゃあちょっと今回はこの辺にして、次回ちょっとのどかをつっついてなんとか補欠を掘りたい。まずはでも多分のどかからやる感じにはなると思うよね、この感じだと。ではご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でもいつもお母さんは逃げていてばかりで俺を